皆さん、大ニュースです。今までのウツボカズラの常識を覆す驚くべき新種のウツボカズラ、ネペンテスプディカという食虫植物さんが発見されたそうです。なんとこのネペンテスプディカは、クスカ、大変なんだよ。一体どうしたのネアちゃん、そんなに慌てて。食人植物さんだよ。食人植物さんが実在したのです。ネアちゃん、何を言い出すかと思えば、また怖い夢でも見たんだね。夢じゃないだよ、本当にいたんだよ。デスボトルプラントさんだよ。デスボトルプラント？デスボトルプラントって、前に動画で紹介した食虫植物が進化した2億年後の姿という、土の中にウツボカズラさんのような巨大な袋で落とし穴を作って、人間以上に大きな動物さんとかも食べちゃうっていうやつだよね。そうそう、それが本当にいたんだよ。だってあれは2億年後にもしかしたらあるかもって話でしょ。それに前に、その進化前かもって話してたのは、偶然ウツボカズラさんが地中に袋をつけただけの話で。地中で獲物を捕らえるウツボカズラの新種、本当にニュースになってる。ほら、言ったでしょ。ちょっとどういうことなのか見てみましょう。なるほどなるほど。ネアちゃん、これデスボトルプラントさんってわけじゃないみたいだよ。違うのですか。まだまだ不明な点はいくつかあるみたいですが、今回発見された新種のウツボカズラさんについて、私たちなりに解説考察してみたいと思います。クスカ、よろしくだよ。って最初から私任せかい。まあいいでしょう。まず今回新種として発表されたウツボカズラさんの名前はネペンテスプディカと言います。プディカさん、ちょっと響きがフスカに似てる。このプディカという名前はラテン語のプディカス、恥ずかしがり屋、控えめという意味が由来になってるようです。恥ずかしがり屋のプディカさん、なんで恥ずかしがり屋なの？それはこの新種のウツボカズラさんの、今までのウツボカズラさんの常識を覆す独特な特徴から来ています。なんとこのネペンテスプディカは、土の中、地中に袋を作るというものすごいウツボカズラさんだったのです。土の中に袋を作るウツボカズラさん、ヤバみだよ。大変です。これは革命です。ウツボカズラ革命として歴史に刻まれる一大事です。皆さん覚えてますか？前に動画で紹介した2億年後の食虫植物、デスボトルプラントさん。デスボトルプラントさんも土の中で袋を作るんだったね。そしてその後もフスカが予言してたのです。袋の中を覗いてみると、もう一つの地上にできた袋よりもたくさんの虫さんを捕まえてるように見えます。こうやって地中に袋を作る方が捕虫の効率がいいってなって、地中の中に袋を作るウツボカズラが増えて、最終的にデスボトルプラントさんみたいに進化していく可能性とか考えちゃったりして、夢が広がるよね。もしこのように地中に袋を作るタイプのウツボカズラの袋を名付けるなら、アンダーグラウンドピッチャーだね。あらら、フスカが言ってた通りになっただよ。ほんとびっくりだね。正直私は一番驚いてたりして。フスカ、予言者さんだったのですか。予言者フスカだよ。いや、ほんと2億年先の話をしてて、まさかこんなに早く土の中に袋をつけるウツボカズラさんが見つかるとは思わなかったよ。アンダーグラウンドピッチャーっていうのも、この新種のウツボカズラさんを発見した論文の中にも書かれていたし、時代を先取りしちゃっただよ。まあでもこのウツボカズラさんは2012年にはすでに発見されてたそうですけどね。今回初めて見つかったんじゃないの？大々的に発表されてなかっただけで、どうやら10年間新種かどうか断定するのに研究して、それで新種のウツボカズラだと判明したから、今回ようやく論文として発表されたみたいだよ。そうだったんだ。発見された場所はインドネシアにあるボルネオ島の北カリマンタン、メンタランフル地区のいくつかの地域で発見されたそうです。この地中に袋をつける全く新しい新種のウツボカズラさんが生育する場所は、標高1000から1300メートルの比較的乾燥した尾根の頂上などで見られるそうです。ウツボカズラさんって湿度の高いジメジメした環境で育つイメージがあるだよ。種類によって結構こういう乾燥した場所で育つものも多いみたいですが、この新種のウツボカズラさんはそういった乾燥した環境に適応した結果、この土の中に袋をつけるという画期的な進化をしたんじゃないかって言われてるみたいです。乾燥した環境に適応？どういうことなの？ウツボカズラさんの自生地のインドネシアには雨季と乾季があります。雨季は
は比較的湿度が高く、午後になると頻繁にバケツをひっくり返したようなスコールが降るようですが、一方寒気は湿度が低く、雨の量も少なくなるそうです。だから、特にその寒気になると、湿気を好む虫さんはジメジメした地中に集まるようになることから、効率よく虫さんを捕まえるために、土の中にシュートを伸ばして、その中で袋を展開して虫さんを食べるようになるという、今までにない進化をしたんじゃないかって言われてるみたいだよ。そっか。乾燥した時期は食べる虫さんが地上に少なくなっちゃうから、今度は虫さんが多い土の中に向かったんだ。本当に面白い進化の仕方だよね。ウツボカズラさん、とっても賢いのです。虫さんを食べるためなら、たとえ火の中、水の中、土の中、フスカのパーカーの中なのじゃ。なんで私のパーカーが出てくるの？それに、この土の中に伸びるシュートは、葉緑素クロロフィルがなく、真っ白い色をしてるみたいだよ。ケロロフィル？クロロフィル、植物が光合成をするときに光を吸収する役割を持つ物質だよ。あ、そっか。土の中で真っ暗だから、光合成をする必要はないんだ。そういうこと。成長するために必要な光合成は、地上に伸びてる葉っぱが行っていて、そっちにはあまり袋をつけないで、光合成のための地上の葉っぱと、虫さんを食べる土の中の捕虫体と、完全に役割が分かれてる感じだね。でも、土の中の虫さんってどんなものを食べてるんだろう。土の中って窮屈だし、そんなに虫さん捕まるものなのかな。土の中でも、枝分かれした樹木の根っこの隙間の苔の層で覆われてる空洞とかに袋をつけることも多いみたいだよ。土の中に空洞もあるんだ。そして食べる虫さんはというと、主にアリとかダニ、甲虫、蚊の幼虫などが多いみたいです。捕虫袋のサイズは最大11センチくらいで、消化液の中には線虫やミミズの新種などがいることも発見されたそうです。ミミズさんの新種？ミミズさんも食べるの？ミミズも食べるのか、共生関係にあるのか調べたところ、その辺はよくわからなかったです。土の中で虫さんを捕まえる食虫植物さんって、耳かき草さんと一緒だね。この土の中で虫さんを捕まえるという斬新な捕虫方法は、ウツボカズラさんの中では異例ですが、他にも地中で捕虫するタイプの食虫植物は現在3種類確認されています。それらについて軽くご紹介してみましょう。1つ目がウトリクラリアです。人気のウサギゴケさんもこの仲間だね。そうです。ウトリクラリアにもいくつかタイプがあって、水の中の微生物を捉える水中タイプ、いわゆるタヌキモと呼ばれるものと、湿地に自生して地中の微生物を食べる、いわゆる耳かき草と呼ばれるタイプがあります。確かに耳かき草さんは土の中の虫さん食べるだよ。耳かき草さんも地中に1ミリ程度のたくさんの小さな袋状の捕虫脳を持っていますが、ウツボカズラさんの落とし穴式とは違い、水圧を利用した吸い込み式で虫を捕らえます。吸引力の変わらないただ一つの食虫植物さんだよ。そして2つ目がゲンリセア。なんだかお名前がかっこいいのです。ゲンリセアさんも耳かき草さんと似ていて、湿地などに育ち、地中の微小の虫さんを食べる食虫植物ですが、これまた独特な捕虫方法を持った食虫植物です。ゲンリセアさんは耳かき草さんと違って、地中にねじれた細長い筒状の捕虫器官を Y 字型に伸ばし、狭いところに潜り込む虫さんの習性を利用して、その土の中に入った虫さんを内部の一方方向に生えた無数の毛で出られなくして、土の中に入った虫さんは一番奥に進むしかなく、その先は消化器官になっていて、そこで虫さんは消化され溶かされてしまうというシステムです。ゲンリセアさん、なんという恐ろしい食虫植物さんなのですか。ゲンリセアさんについてもまた今度個別で紹介してみたいと思います。そして3つ目がフィルコクシアです。初めて聞く食虫植物さんだよ。フィルコクシアはブラジルに自生する栄養の少ないシラスで育つ大箱科の食虫植物で、砂に埋もれた細く短い茎からシュートを伸ばし、その先に 0.5 から 1.5 ミリほどの小さな粘着性の葉っぱを展開して、その粘液で砂をまとい、微細な線虫も捕食すると考えられている面白い食虫植物さんです。こんな食虫植物さんもいたんだ。初めて知っただよ。これらのように、もともと地中で虫さんを捕まえる食虫植物さんはいましたが、どれも微生物などの小さい虫さんを主食とする食虫植物さんでした。しかし今回の新種のウツボカズラ、ネペンテスプディカさんは、地中にいる比較的大きめの虫さんも捕らえることができるという、今まで食虫植物が不可能とされていたことを可能にしたものすごいウツボカズラさんだと思います。確かにだよ。でも初めてこのウツボカズラさんを見つけたお方もすごいのじゃ。え、どうして？だって土の中にウツボカズラさんの袋が埋まってるなんて普通気がつかないと思うだよ。ウツボカズラさんの埋蔵金を見つけるようなものなのです。
ウツボカズラさんの埋蔵金って、この新種のウツボカズラさんを見つけるに至った経緯としては、2012年にとある研究者さんとそのインドネシアにいる同僚さんの研究チーム数人で人類未踏の地の山へ数日間旅行に出かけたそうです。過酷そうな旅行だよ。その途中で明らかにウツボカズラさんの葉っぱなんだけど袋がついてない奇妙な植物を見かけたそうです。そしてよく見ると土からお顔を出してるウツボカズラさんの袋が発見されたそうです。私たちの動画の時と同じだよ。それを最初に発見した時は単に誤ってウツボカズラさんが土の中に袋をつけてしまっただけだと思ったそうです。普通ありえないだもんね。そう思っちゃうのも仕方ないだよ。しかしどういうことでしょう。そこから頂上に登るにつれて同じように袋のないウツボカズラさんが続々と見つかるではありませんか。ありゃま、不思議なこともあるもんじゃ。それらを見た研究者さんチームは最初、むむ、これはウツボカズラの脱肉食への進化の傾向なのでは？と思ったそうです。ウツボカズラさん、食虫植物さんじゃなくなっちゃうんだよ。ところがその後、それらの全てのウツボカズラさんの根元の地中に埋まって伸びてる捕虫体が発見され、見事に土の中で虫さんを捕虫している新種のウツボカズラさんだということが分かったそうです。そういう経緯だったのですか。でもまだこの新種のウツボカズラさんの発見個体数はそんなに多くなく、今までの常識を覆すあまりにも奇抜すぎる特徴を持っているため、食虫植物愛好家さんの間でもこの新種に対しては疑問視する声も多々上がっています。なんでなの。前にも動画で紹介した通り、偶然土の中で袋が出来上がっちゃうこともあったりするし、その特徴がどこまで固定されてるのかは疑問とのことです。ほんと、私たちのウツボカズラさんもデスボトルプラントさんに進化したのかとびっくりしただよ。もしこの土の中に袋をつけるという奇抜な特徴がウツボカズラさんの進化の途中を垣間見ているとしたら、将来的にはウツボカズラさんの蓋もいらなくなってなくなっちゃうかもという予想も出ていたりします。ウツボカズラさんの蓋がなくなっちゃうの？それはもうただの落とし穴だよ。こういったウツボカズラさんの進化の過程とも見える現象は他にも存在し、例えばネペンテスロフレシアナの中のアラタというタイプはつるに葉っぱがまとってたり、ネペンテスミラビリスのウイングというタイプはこのように葉っぱとつるの境目が完全になくなってしまっています。え、つるがないウツボカズラさん、こんなウツボカズラさんがいるのですか。ね、不思議だよね。他にもネペンテスミラビリスという品種のエキノストマというタイプは襟から無数の触手のようなものを伸ばしている系統なものもあったりします。あ、何なのですかこのミミズさんみたいなウツボカズラさんは。ヤツメウナギさんみたいに吸血しそうなお口だよね。今にも動き出しそうだよ。あとはアンプラリアというウツボカズラさんはコロコロと丸い形をした可愛い袋ですが、十分に成長して高く伸びていくと袋の形状がまるで虫さんを取る気がないような形の袋になります。これは植物が大きく成長することで虫を取るための役割だった袋から、袋を他の植物に引っ掛けて自身を支えるための役割へと変化するんじゃないかと考えられてたりもします。アンプラリアさんはプディカさんとは真逆で空中で袋が変化するんだね。これらのウツボカズラさんもまた進化の過程なのか、はたまた進化前の名残なのか、こういった進化の片鱗が垣間見れる不思議なウツボカズラさんはたくさんいるのです。そう考えたら土の中に袋をつけるウツボカズラさんも不思議じゃない気がしてきただよ。そうだよね。このプディカさんはきっとデスボトルプラントさんの進化前ご先祖様だよ。それはわからないけどね。今確認されてるウツボカズラさんもわからないことはたくさんあるし、人類未踏の地も世界にはまだまだあるだろうから、これからもっともっとこのように不思議な食虫植物さんが見つかっていく可能性は十分あると思います。ふふふ、巨大ハエトリソウちゃんも夢じゃないのじゃ。可能性はゼロではないね。そして研究者さんは今回の新種のウツボカズラさんの発見がボルネオ島の自然保護にとってとても重要だとおっしゃっています。こうやって新しい動植物の発見でこの子たちの自生地が守られることにつながっていくといいね。これからも食虫植物さんたちが安心して暮らせる生態系が続いていってほしいのじゃ。ということで今回は新しく発見された驚きの新種のウツボカズラさんについて紹介しました。私たちはこんな感じで食虫植物さんにまつわる動画をいろいろとアップしてるので、興味がある方はぜひチャンネル登録とベルマークお願いしますだよ。ためになった、面白かったと思ったらグッドボタンとコメントもどんどんお待ちしております。それじゃあ預言者フスカ
次の予言をお願いだよ。え、前の予言が当たったんだから、次もきっとフスカの予言が当たるだよ。いや、そんなこと言われても。大丈夫だよ、フスカならきっと当たるだよ。え、本当に？それじゃあ年内チャンネル登録者さん7万人いきます。あわわ、本当なのですか。